マイコは日本海軍の砲艦元はポルトガル海軍の川洋砲艦マカオ・マカオで戦時中に日本海軍が購入した。艦名は神戸市垂水区の継承地、マイコの浜にちなんで名付けられた。本艦は1909年にイギリスのヤーロー社で寄港された小型砲艦でポルトガル領マカオの警備艦として発注された艦であった。同年に竣工後、 自力開港は無理なために分解して輸送船に乗せて香港へ運ばれ現地で組み立てられ収益した。1939年9月に第二次世界大戦が勃発したがポルトガルは中立国となり参戦しなかった。その後1941年12月にアジア太平洋地域に戦火が広がりマカオの周辺を占領した日本海軍がポルトガルとの 交渉の上で1943年初頭購入。同年2月末に引き渡され、香港の海軍第二工作部での改装後、8月15日に二等方巻、舞妓として軍籍簿に編入。佐世保鎮守布石、第二塚開艦隊、香港方面特別根拠地帯の関東警備隊に編入。以後、香港や関東方面の紹介に従事した。 1944年10月1日に軍艦から除かれ艦艇の砲艦に類別が変更された。1944年9月、都合作戦での補給路確保のための水路の総会に10時。24日には敵機の機銃装者で警備隊司令国ら大債下4名の戦死者を出した。関東で終戦を迎え、中華民国に接収され、中華民国海軍、 ウオト・リューフェンとなったが、一九百四十九年に、中華人民共和国に投降し、中国人民解放軍海軍所属の、三から五百二十二となる。一九百六十年代に除籍された。一九百四十四年十月一日以降は、法官庁。福知公大尉、少佐。一九百四十三年八月十五日から一九百四十五年四月二十九日。 土井正夫隊員、1945年4月29日から1946年5月14日。ありがとうございます。